0.8 度は寒いね。これがイカラ大橋っていうのかな。わ、橋の橋脚が、心霊スポットかな。ちょっと怪しい、怪しい霊がいるからでやめとこう。来ましたか。買う？え？買う？置かないの？
かき焼き、かき焼きだってよ。ちょっと見てみようかな。ええ、ちょっと待って、ちょっと待って、リリリ、鳥が、え、あれって作り物じゃないよね。あれ、木の鳥じゃないの。いや、動いてるよ、だって。ほら、動いてる。あー、ごめん。あー、うわー、じゃ、邪魔しちゃったね。わー、わー、ごめん、ブリオーのあら煮にブリオーの刺身、ここにも身が入ってるね、うん、あ、おいしい、うん、おいしい。じゃあ早速ブリオー、うん、プリプリしてる。え、それギャグ、それ。いや、本当にすごい歯ごたえ。ブリプリプリすごいよ。本当、うん、漬けをいってみます。あ、本当だね、すごくない。プリプリしてる、弾力がすごいよね、うん、プリプリしてる、弾力すごいね。うん、プリプリしてる。弾力すごいね。プリプリしてる。ブリ食べる？うん。いらないの？これブリだから。ちょっとちょうだいじゃん。もういいの？はい。食べる。うん。うん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 。うまっ。おいしい。温泉案内を終了します。食べなきゃね、ポテト。オハマザウルスがいるよ。え、どこ。しかもなんかこれ優秀賞取ったんだってよ。トンボもいるじゃん。すごい。ほら、優良賞オハマザウルス。流木で作ってあるのかな。あー、そうかもね。すごいね。ねえ、もうあれは熊本？そう、熊本の天草。おお、ちょうどこの辺か。これが熊本なんだ。うん。そこからフェリーが出てたみたい、地図みたい。あ、こっち？うん。ここからフェリー出てるんだ。うん。
本当だ、もう目の前じゃん、うん、この獅子島までがあれなんだ、この国立公園なんだね。へえ。行ってみようか、うん、じゃあ芋食べ比べ。キキ芋だからね。あ、芋パフェもあるじゃん、美味しそう。あ、何これ、芋のサンドイッチ。ちょっとさすがですね、ゆりよ、お昼ここでゆり食べればよかったのに、ね、無料休憩室ってのもあるの。へえ、人形がすぎるね。あ、かわいい。あ、やっぱり女性が多いね。無業なら無業。早く食えや。これじゃあハムにするね。喧嘩にならないのに。普通のお芋をしたらしい。あ、甘い。ちょっとねっとり系の芋だこれ。ちょっとこれいっちゃっていい？好きなのからどうぞ。これ気になる。あ、でもバター食べないとあれだな。あ、そうだね。あ、でもいい感じに溶けてるじゃん。ねえねえ、塩バターよいしょ。おー、すごいよ、いただきます。おいしい。おいしい、甘じょっぱい感じ。うん、うん、うん、あ、バターバターバターと蜂蜜、うん、だからバターの塩と蜂蜜の甘いのはバッチリ。芋は？あ、芋も美味しい。ちょっとこれ食べて。どうぞ。これが気になっている私。これなん、上、あ、ブリュレ、うん、こんな感じでいただきます。砂糖を炙った感じ、おいしい。プレーンから食べよう。うん、うん、あ、うまうま。少し我慢しなさいよあなた。その我慢できない子供みたいなさ。ちょっと黒蜜いっちゃうね。やっぱ黒蜜とキノコだからさ、一瞬なんかひなた餅食べてる感覚なんだけど、芋やったみたいな。うん。大満足ですね、ゆりさん。大満足、美味しかったの、キキ芋。ね、美味しかったね。うん、なんか芋があんなに味変わるんだと思って、ね、上に乗せるもので。うん、いや、そこのコーヒー屋さんいいよね。ね、なんか雰囲気もいいし。ねえ。
踊ってくんないかな。踊ってください。あ、こっちこっち、ちょっと、え、向いた子がいた。環境保全協力金1000円普通車払うと、なんか電気自動車とか乗れるらしいよ。そうだ、2人乗りだよ。さあ乗ってみる。なんかまずここがあれでしょ、展望所なんでしょ。お、12972羽だって。ゆりちゃんの鶴はどんな鶴？バックしてたら、もう後ろが手届くんだけど。うちのハイエース違いすぎる。面白い。これはこれで面白いな。なんかおもちゃに乗ってるみたい。何も調べないで来たけどめっちゃ面白い、ね。面白い。だって野生の鶴こんな。スノーピークの、スノーピークの超豪華な観察小屋。鶴あんま見えないね。あ、ここに野鳥の会の人がいる。1233あ、1233もいますね。ボケてんだけど殺したい。こういうので鶴、こういうの調整してあれでしょ、見えるように。なるほど。
るだけ羽ばたいてけど、やっぱりご飯食べております。迎えに来たよ。かっこいい。失礼いたします。今日もゆいちゃんの肌がよく見えるね。やめて、よく見ないで。元気がいい。今日の夕飯は長島のブリオの刺身。でっかいよね。これで640円だって、ね、とこれを今日食べようと思います。いただきまーす。ブリオ。うん。でけ。ちょっと最後でかくなっちゃった。うまっ。鹿児島の魚美味しいよね。ね、美味しい。お肉有名だけど、魚系多かったね、食べる機会。うん、多分ね、ご飯が進む。うん。普通ここで。お酒が進むって言うんだろうね。うん、鹿児島県はお酒もね、うん、酒造もいっぱいあって美味しいとこいっぱい、焼酎とかあるんだろうけど、焼酎飲んだら倒れちゃうからね。お酒好きなね人すごいいいよね、鹿児島。うん、そろそろ鹿児島終わりだね。うん、1ヶ月ぐらいもおるね。ね。一番滞在期間長いよね。うん、まあね。大体1都圏2週間ぐらいで来てたけど、鹿児島は広くて見どころも多くて、もう1ヶ月。うん。年越しも鹿児島だったしね。ねえ。冬だけど、まあ寒いけど、あったかい方だし、過ごしやすいよね。うん。ごちそうさまでした。
じゃあ寝よっか。うん。おやすみ。おやすみ。道の駅ひわき薩摩川内市の唯一の道の駅で、こっちがね表の方です。で実はこっち、まあ、トイレがあって、トイレの隣に足湯と温泉が組めるところが。あります。あ、誰かいますね。誰かいますね、ここ。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。あ、あ、金さんですか。金さんですか。あ、どうですか、足湯。どうですか、足湯。ここ足湯の隣に、じゃん。温泉を持ち帰れるところがあって、寮みたいです。ちょっと難しいな。あ、あ、ちょうどいい、あったかい。飲むときはここで飲んでください。持ち帰るのは、まあ、ペットボトルの瓶缶とかいろいろいいみたいです。すごい。温泉の町。これ1パックってことですか。はい。なるほど。じゃあその1パックと、あと、はい、今食べられます。何を買ったんですか、Kさん。なんて言うんだっけ。なんて言うんだっけ。なんて言うんだっけ。じゃあ、なんて言うのそれ。なんて言うの。なんて言うの。言ってよ。何名前何それ。え、団子。何団子。なんか薩摩川内名物って。そうなの。なんかユリがしきりに言ってたから買ってきた。言ってないよしきり。食べてるの。すごい量入ってますけど。ね。なんか今
5分買ったら 1.5 サービスなんだって。あ、そうなんだ。え、パック売りだったんですか。多分ね。うん、あ、美味しい。な、味噌味。あ、お醤油の感じですね。醤油かな、味噌の味はしないな。うん、団子は父が食べやすいです。うん、なんかさっぱりした団子だね。